サッカラにあるテティのピラミッドの地下室の壁に刻まれたピラミッド文字。ピラミッドテキストは古代エジプト基地最古の古王国に遡る聖典。第三王朝から第五王朝の間に編集されたと考えられ、初期のエジプトの思想を知る上で最も重要で包括的なものである。使用されている言語は古エジプト語であり、文字列は全て縦書きである。ピラミッドテキストは ピラミッド内部に刻まれた呪文である。現在知られている呪文は759である。これは、質の落ちたピラミッドしか建造できなくなった王トールが重力に頼って天界へ入ろうとしたことから誕生した呪文である。また、初期の墓やピラミッドにおける略奪や王家の墓の造営を次第に圧迫する経済事情から王の再生。 復活を確保したいと願う古代エジプト人を呪力に頼らせる結果となった。ピラミッドテキストは今では世界最古の文学とも言えるものであり、いくつかの時代の作品を編集したものと考えられている。第五王朝の最後の王であるウーナスがサッカーラの自分のピラミッドの中に初めてこれらの呪文を記した。ここでは呪文は 入り口の広間と埋葬室の壁に刻されていた。また、ピラミッドテキストは、第5王朝時代時代最後の王ウナスを初手として、第6王朝のテテイ、ペピ一世、メルエンラー一世、そして、ペピ二世などの王たちと、ペピ二世の三人の王妃、そして、第一中間期にエジプトを支配していたと思われるイベオのピラミッドの内部に見ることができる。 複数のピラミッドに共通する呪文も多いが、すべてのピラミッドに見られる呪文は極めて少ない。これらのテキストから発展したものが後の時代に見られる。中央国時代にはテキストは貴族たちの筆にも刻されていた。そして、これらのテキストはテーベの死者の書の基礎をなすものとなった。これらのテキストは純不動で、これを編集したものには、 内容を系統立てて配列しようとする意図がなかったと考えられる。また、テキスト内部に見られる矛盾を正し整理する意思も見られない。これは、すべて魔法というものには効果があり、呪文を集めたものには、個々の魔法の効力を増幅する力があるという古代、エジプト人の思想をよく反映している。こうした観点から、テキストを整合性のあるものにしようとすることに、彼らは、 何の利点も見出さなかったに違いない。初期の概念がそのまま残され、少しでも多くの手段が与えられるように、ピラミッドテキストは構成されていた。この中には、神話、伝承、天文学、宇宙観、地理、歴史的事柄、儀式、祭礼、魔術、道徳などに関することが書かれている。基本的に、これらのテキストは、王に、翼、階段、 斜面など天国へ行けるためのありと、あらゆる手段を与える呪文を記している。王の永遠性と再生はテキストの中で約束されていて、時にはそのために神の力が求められ、また他の場合には王自身の力でその永遠性を得ている。これらの中で最も有名なものは食人の参加と呼ばれるものに見られ、ここには王が神々をむさぼり食い。 彼らの力を自分自身のために奪っている様子が描かれている。このテキストはヘリオポリスの神官たちによって整理され、そこにある呪文には少なくとも三つの異なる要素を見出すことができる。第一の要素としては、仙王朝時代からの古い信仰がはっきりと見られることである。交渉で伝えられたこれらの思想はピラミッドテキストに書き込まれる以前に、 オストラコンなどに書かれたものと思われ、古代の王たちが行った儀式の様子、上下エジプト両国の統一に先立つ時代の闘争、そして食人の風習などについて触れている。食人参加には死者の骨を集める慣習のことが書かれているが、これは初期王朝時代にミイラ作りの最初の試みがなされる以前の慣習であったと考えられる。呪文のほとんどは、 第二の範疇に属するものであり、王の天における死後の生活の様子を反映している。精神崇拝と太陽神崇拝という二つの重要な信仰が、その基本的類似性から初期の時代に出現したものと思われるが、このテキストの中で王は星や太陽神らと同一視されていた。しかし時代が進むとともに、精神崇拝は太陽崇拝に吸収されていったものの、 皇王国時代の王たちの中には太陽神ラーからの独立を明確に表すためにピラミッド建設の伝統を破った者もいた。伝統を破った者の中で最も顕著な例はシェプスセスカフ王のマスタバフンである。テキスト中の第三の要素は皇王国時代末にオシリス信仰が没効したことを反映している。これは古代の植物の成長の神、あるいは 冥海の王として人格化されているオシリスが彼の王国で永遠の生命を約束することができるという信仰を中心として出来上がったものである。はじめは王たちにのみ約束されていた死後の生命は中王国時代になると貴族階級の者たちも手に入れることが可能となった。ピラミッドテキストの目的を最もよく説明しているのはこれらのテキストが かつて解決されたことのない信仰や宗教観をまとめ上げ、これらの呪文をその墓に書き込むことによって、王が死んでの地も様々な主要な宗教的要素から得た重力を保ち、利用することができたというものである。王の遺体は、これら壁の呪文を見ることができたため、すなわち埋葬室へと続く、ピラミッド内部の通路や部屋を通っていく最後の旅路の間、そこから力や、 精神的支えを得ることができたと信じられていたのであろう。マレック2003、P102、アレン2005、P1、ABC 古代オリエント州、チクマ書房 ABC 古代エジプト人、デビット、アンドザリー、近藤、ジロー、1951、近藤、ジロー、1951、チクマ書房 ISBN4 から480853073億六億七千三百万二千八百十五 https://www.worldca.org コロンススララッッシシュ t スラッシュ oclc スラッシュ六七三零零二八一五ありがとうございます